シアバター使った足のトリートメントを行います。足のシアバターによるトリートメントは20分3000円からとなっております。やっていきます。実際には施術前後にシアバター塗り伸ばす前にですね、蒸しタオルを使って拭き取りを行います。力加減いかがですか？ちょうどいいです。モンハさん、シアバター、はい、どうですか？使い心地は。いや、すごいアトピーいいです。あ、アトピー良かったですか？赤みがどんどん薄まってきて。おお、そうなんですよね。実際シアバター使って赤みが、このシアセルマはケイ素も配合してて、皮膚の修復機能を高めるような、はい、成分が入っているので炎症を抑えたりとか、肌の赤みにも美白作用もあるので、かゆみも引きますよね、塗ると。あ、そうですね、うん。痛いですかね。少し痛そうですね。指先痛いですか？はい。指先痛いんですね。今頭痛いっておっしゃってましたもんね。そうなんですよ、ね、うん、足の親指は頭の反射区なので。ああ、はい、あ、痛い。はい、ほぐしとくと頭痛にもいいと思いますよ。ちょっと足冷えてますしね。でも前よりすごい足滑らかになりましたよね。あ、本当ですか？以前に比べると。最初に私どうしようと思ったんで。なかなかいない硬さの方だったんで。出ました。かかとね、ちょっと骨盤とか腰ですね。
背骨ですね。本当はちょっとオイルそんな痛くやらないんですけど、ちょっとねこうサービスショットっていうかね。エンターテイナーなんで。水木さんに痛がらせてる時は笑ってましたよね。すごいインドはね、愉快。自分が痛いのは嫌なんですね。これですね、こちらの方がやっぱりこうピンク味がかった感じで、もう血行が良くなってるのと、足の動きが良くなってますね。自分の力が抜けて、こちらが まだ足首とかも硬いんで少し上がってますよね。右やってきますね。どうしました？怖い怖い。痛いの怖いですか？乾燥にもいいですし、本当美肌美白作用もあるので、うん、あのさっき言ってたようにアトピーある方とかでも塗れますので、でもなんかもったいなくてケチっちゃった。あのお風呂よりとかだと少し肌しっとりした状態で塗ると、はい、あの塗り伸ばしが、はい、少ない量でできます。乾燥してる時だとすごい減りが早い、塗りがやっぱり塗りにくいからね。はい、今日いくら分塗っちゃったから。確かにちょっとね、もったい、ちょっとお高めのねクリームですからね。今日は100均のクリームでごまかすか。いや、あの100均のやつとかはやっぱりあの肌に良くない成分も入ってると思うので、むしろ乾燥しやすくなったりすることあるんで、はい、なんか痛くなっちゃったりとか。あ、そうですね。ありますよね、染みたり。だからあの変なやつ塗らない方がいいです。とか塗るんだったら、なんか普通にもうグリセリンとか、うん、あ、安いやつで言うんだったら尿素とかの、うん、なんかシンプルなやつの方が、多分香料とか入ってるからそれが刺激になったりしますよね。私一時期100均のハンドクリームを全身塗るのがハマってはい、唇にも塗って。大丈夫でした？もう顔から髪から。なんでそんな。すごい香りがいいんです。あ、好きな香りだったんですね。好きな香りです。すごい友達にも落ちてたけど。否定されました。やめた方がいいよ。全身用のやつです。ハンドクリーム。ハンドクリーム。ハンドクリーム顔はやめた方がいいんじゃないですかね。多分なんかこう使用法以外の使い方しないでくださいってなってると思うから。なんで口に入っていいやつと多分手に塗るやつ違うから。あ、そうなんですね。そういうのよく分かってない。そう、なんかリップとかはそういうのが確か規定があった気がしますよ。食品衛生法とかなんか安全法とか。食品じゃないけど、なんかそういう口に入る可能性がある使い方の時は、うん、なんか使用成分とかを厳しかった気がする。はい。あ、そっか。同じ体なのになんで塗ってないのみたいな、なんか結構強気でみんなで反応してました。あの顔の皮膚が体の皮膚より薄いのと、はい、そう、口とか目からちょっと中に入ってしまう可能性があって、顔は、はい。あれですね、なんか右の方があんまり痛がらないですね。確かに左の方がすごい痛がってましたね。指がもう痛がってそうですよね。こっちの方が指動きますからね。なんかちょっと体が左右差が今日もありますね。今日も、はい、
うですか、モンハさんの最近の告知とかありますか。最近の告知は特にない気がします。特にはないですか、はい、あ、でもあの現金くれる人は常に募集してますその現金は何ですか、あのどこにくれたらいいんですかあって渡したらいいんですか、撮影会とかであ振り込み先をお伝えするのであのメールなりメールあダイレクトメッセージとか、はい、はい、多分いないですけどねなんか多分そうなってくると何かの代わりになるじゃないですか、うん、あなんかデートしてもいいです。あ、そうなんですね、はい、なんかお金くれる人相場いくらぐらいなんですかデートいくらなんでしょう、ね、その話題になってくるとちょっとリラクヤ動画まずいですね加担する感じになっちゃうんでそこはちょっとグレーにしといてくださいじゃあ自由恋愛ということでのあれと同じ取引がもうそんな食事だけでお金くれる人なんているんですかね。いるんだったら私は行きますよ。でもキャバクラとかって半ばそんな感じですよね。ああまあでもあれは結構スキルをなんかあれですよね。そうですね。全然話弾まないんですけど、はい、食事でお金くれる人はそういう既得な人はあんまいないでしょうね話弾まないのにお金は出したくないと思うはい、そう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 、分ければいいっていう話でしたもんね。多分なんか それがまた面倒くさいんじゃないですか。もう一つです。したい。そう、それを前にケチってるからこっちもちょっとあの、なるほどね。なるほど。可愛いならいいじゃないし。もうこれはもう多分埋まらない溝があるということですね。10万くれんだったら私も必死に学校して勉強して、もっと整形もしてからも、はい、やりやりますけど。あ、勉強も整形も。整形も難しいですよね。なんかあの、なんだろう、結構整形嫌いな人多いじゃないですか。あ、ね、まあ分かんないんだろうけど。最近どうなんでしょうね。日本でも整形はなんか。あ、だんだんね、うん、そうですね。私やってますって言ってましたもんね。こういう言わない方がいいかな。まあまあまあちょっとね、まあいろいろやってる人はいますよって感じですね。多分でも程よいところでやめられなくなるのが整形の怖さなんですかね。なんかね。こっちはそこまでじゃないですね。そうですね。先ほど。先ほどみたいな。
足はこんな感じですね。今回の動画はいかがでしたか？面白かったっていう方はぜひグッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いいたします、ね、お願いします、はい、ありがとうございました。